すみちゃんこんばん、こんばん。じゃがちゃん、メイティア、メイです。ビー玉さんこんばんで、配信するの覚えてて偉いよワロチペイペイ、ありがとう。チェさんこんばん、メイこんばん、メイ。トマさんこんばん、メイちゃんこんばん、メイちゃん覚えてるよちゃんと。おつめいちゃん、おつめいちゃん、マジョさんありがとうございます。いやちょっと仕事してたで時計見たら2時半って出てて、待って2時半、やばって思って、それはやばいってなったよね、さすがに。イーさんこんばんだい、こんばんだい、ありがとうございます。心配してた、ごめんね、ドキドキしてた、ごめん。キリーくんこんばんは、お久しぶりです。 ASMR アイマルこんばんは。これは昆布です。暑い、まだお風呂も入ってないよ。どうする、明日ちょっと早いのに、朝明日朝ちょっと早いのに、何もやってないよ、やばい。ティエジュスさんの生誕ありがとうございました。いやこちらこそ超楽しかったです。こんな時間までお仕事頑張りすぎだよ、ちょっとねお仕事が増えちゃって、お仕事してましたわ。まあそういうのもね大事なんですよ結局。ゾーンではないけど、なんかいろいろやってたら、やっててあんま時間を気にせずに動いてて、パッて見たら2時半って出て、2時半やばすぎんって思った。待って、みきゅ配信しなくないってなって、速攻で今ショールームを開きました。こんばんはヤズアルミです。めいちゃんお疲れ様、アクテンテありがとう、今日は来てくれてありがとうでしたMC の時リママ、シャキちゃん、めいちゃんの並びは高まりすぎて画面からゼロ距離になってました。おそう、めいまがねたまたま MC 列隣だったのかな、それでシャキちゃんもいてくれて、嬉しかったわねシャキちゃんもねすごいいい子なんですよ、圧倒的。 TH さんはみんないい子、ほんとに。トークもライブも楽しかった、ほんと嬉しい。トークね、もともともうちょっと時間短かったんだけど、まあ、回してたのもあって、こうタイムキーパーさんがね前にいてねお話をしてたんですけども、ちょっと時間もね伸びてたとこもあって、イレギュラーがあったからね、いろんな話をさせてもらったんですけど、すごい楽しかったです。サイリンお久しぶりありがとう。それからまだお風呂入ってないの。明日はビレッジヴァンガード渋谷本店さんでリリースイベントがあります。復活リリースイベントってやつですね、楽しみだね、久々だし。JUMBO ジャンボこんばんざい、こんばんざい。クラモンこんばんざい、こんばんざい。トークコーナーあんなに喋ると思ってなくてさ、ネタがネタがとか言ったらあれだけど、ネタが願い星なかなかレアポジだったよね今日。今日あれやで、大好きなあの人だよ、大好きなあの人だよ、だからいつものところだね。神田明神ホールであの距離は写真が難しいです、だよねだよね、やっと会える、やっと会えますわね。
そう、みんな、先着順、順だって、順ですけど、スタッフの方の声をしっかり聞いてね。あとは、あれですね、検温とかをしっかりしてねっていう。リリーベ情報どこで見えます？めえね、ツイートさっき消しちゃったんだよ。仕事してるついでに消したんだけど。消しちゃったんだよ、なぜか。もう最悪。メンバーが上げてます。ヴィレッジヴァンガード渋谷本店さんです。あんなに遠くの時間があると思わなくて満足。なぜツイートを消したのか。本当に困ったちゃんです今。楽しみだね本当に。なんか入り目入れんかったらなく、まあ、なんか先着らしいので、そう消しちゃったのさっき、なぜかやっちゃいました。明日間に合うか心配や。いやそうだよね絶対。ツイキャス音と映像ずれててよくはなかったけど、すまんえんやで。今日は普通にいつものポジションのザンスと寝返り出ました。明日のためにとりあえずココア、あ、そう、ココア入れてくださいね、皆さん。インストール。インストールしてください。インストール大事よ、インストール。もうまだ私してないんですけどね。ふずあらがまだしてないんですけど、ココアまだ入れてないんですけど。ちょっと、絶対入れてくださいね、皆さんは。いや本当に入れないとダメだよ。お前が入れろよってツッコミされそう。 iOS アップデートしないとアプリインストールできない。えっやばいかもしれない。携帯アップデートしてない。だってピエンの絵文字使えないもん。入れた？嘘でしょ？やばい。それはどうしよう。えピエンの絵文字使えない人ってやばいかな。即入れました。 Bluetooth でつながら繋がれるの言い方よ。待って、あリーダーできんかもしれん。どうしよう、やばい。やばいんだけど、もしかしたら明日いないかもしれない。やばーい、どうしよう。どうしよう。え、ピエンの絵文字使えない人ってインストールできない？それピエンの絵文字使えない人って何って思うよね。さっきアップデートしなくてピエンの絵文字が使えないんですよ。辛すぎる。いや、え、ピエンの絵文字使えない人やばい。 13.5 ってどこからですか？でもコロナが流行った時期って今だもんね。やばいんだけど、どうしよう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 。のぞちゃんこんばんは。こんばんは。逆にそれはそれでやってし、やばくない？だって、安原めい、携帯のアップデートしてなくてできんですってやばくない？こんばんない、こんばんない。リーダーできんやばいよね。やばい、どうしよう。どうしよう、それはやばいな。え、やばいな。やばいなとか言ってるけど、
リアルにやばいね。ちょっとちゃんとやろう。笑えないどうしよう、どうしよう。やだ、アップデートしたくないよ。なんで嫌だって。教えてよっか。アップデートすると機能が変わるからだよ、携帯の。朝一で新しいスマホ買いに行く。嘘でしょ。先月余裕超えてたら13って読んでインストール。マジ？じゃあ最新機種にしなきゃいけないじゃん。やば。朝一で新しいスマホを買いに行くしか。柔道冗談じゃないねだよ。うりゃ多いって。やばいなぁ。どっちよっかな。いや、アップデートこの後しますよ。ちゃんと。ちゃんとします。ああ、ついにピエンが見えるようになっちゃった。辛い辛い。今まで私はピエンに負けずやってたのに、ピエンに負けずやってたのにっておかしいけど、ピエンに負けずやってたのに、ピエンに負けてしまった。何回も言う、何回もピエンに負けたというアップデートする前に一か八かインストールしてみよう。そうしよう。一回ね、まずこう、なんだろう、まず一度挑戦してみることがね、大事だと思うんですよ。やっぱしね、一旦ね挑戦してみて、まあ多分どうせ負けちゃってパオになるんですけど、パオになる前にしっかりとね、こう頑張りますよ。アップデートを、アップデート間に合うかな。今2時46分間に合うのかな。アップデートってめっちゃ時間かかるイメージ。明日からピエンいっぱい送るね。意外といけるかも。意外といけるかもしれないから。13.5 やっぱり拒否られてるやん。しかもメイより最新で拒否られてるってことは、もうメイなんてもうね、もうあれじゃん、おかどごめんって感じ。つらぴまる、つらぴまる、つらぴ、つらぴまるよ。つらぴまるあるよ。やっぱね、いろいろあるじゃない。あるじゃないって何がだよっていうあれですけど、あるじゃない。いろいろあるじゃない。うん、なんか携帯のアップデートは、私アプリも勝手にアップデートできないようにしてるんですよ。全部。もう全部全部。LINE とか、Twitter もそうやけど、ツイッターもそうやし、もう全部アップデートは自分でアップデートするってやらないとアップデートできないようにしてるの。で、一回どうしても携帯をアップデートしなきゃいけないってなって、アップデートしたらツイッターとかも全部アップデートされちゃって、もうめっちゃ嫌だったっていう話をします。もう、ああ、しちゃったって思って。なんかもう、ピエンだった。ピエンだったとか言ってピエンでした。慢性ピエンの人はやばい。まあ、あんまりピエン使わないんですけどね、安原。なんか、ピエンって何？って感じ、最初は。正直ね。正直、ピエンって何なんだろうってずっと思ってましたよ。なんかむずくない？だってピエンって
何って思うやん。だからピエンってなんだよってずーっと思ってたし、流行った当初は本当分かんなかった。でそれあれね、流行り物に疎くて、なんて言えばいいんだろう、流行り物にめちゃめちゃ疎いんですよ。でなんかそのお笑い芸人さんとかのネタとかも分かんなくてってあれですけど、分かんなくて、なんかなんて言ったらいいの、例えばだけど3年前ぐらいに冬の陣っていう何ですか、あのワンマンライブをやった時に、まだ自分たちの曲も少なかったから、曲の中であれがあったのよ、あのカバー曲が多くて、だからそれこそアイドル曲メドレーとか言ってこうなんかやったりとか、果てしないみたいなやったりとか、天使がくれた願いはとかやったり、そういうカバー曲をやったんですよ、をやってた時期もあって、その時になんかペンパイナップをアップオペンみたいな PPAP っていう曲をやったんですよ。でも私それめっちゃ流行ってる時期知らなくて、え何この曲ってずっと思ってて、セットリストに入った時にえみたいな。でその時なんかジュリアとかフミとかがずっと言ってたのよ、なんかペンパイナップアポペンみたいなやってて、で何それってずっと思ってて、でそしたら次ワンマンライブのセットリストに入ってるから、え何これって本当に思ってた。いや面白かったのよ、コマとマリアとね、あのシダリンちゃんっていうもいない子が、その今まで言う4期と呼ばれる子たちがの曲になったんだけど、たまたまその出演メンバーがその3人だけだったの。もうめっちゃしっかりやんの、めっちゃ可愛かったんだけど、でもマジそれが入るまで私は映像を見たことがなかったぐらい疎いのよ、うとうとのうとこよ。もうパオンや、泣けるぐらい困りました。鼻炎かと思ってました鼻炎の方がまだね面白いよね。困った、パオンに、ピエンにパオン大好き、パオン、あのね配信ではピエンとか言ってるけど、正直見えない、あんま言ってないっす、残念ながら。マジピエンとか言ったことない。今は私はスターティーにハマってるんで、リンゴちゃんのピエンっていうホラーゲームをメイちゃんとマリアでやってほしいです。こんばんは。やば、ホラーゲームはやばいって絶対やばいよ、絶対できる自信ない。まずホラーも苦手でゲームも苦手だからね、操作ができないの。だって私荒野行動まっすぐ進めないんだからピエンパヨンプヨンプヨンプヨンは今の私だ、プヨプヨ。今のところピエンの絵文字見えないようにアップデしてないみたいな感じになってる確かにあでもなんかそれもある、なんか流行に乗るのってなんかさちょっとえーってなるじゃん。だからお疲れ様です、こんばんざい。ちーたろうさんこんばんざい、パパもありがとうございます。泣いたって、ピエンパオン泣いた、後ろ見て、後ろ壁ですね、残念ながら。スターティーン今ハマってますね、ハマるの今なんですよ、スターティーン今。他は何だろう今ハマってるのは。難しいね、ピエン超えてパオン、それも何それってずっと思ってました。まずピエンってどっから来てんのって思って、あのピエンの言語を教えてほしい、そのどこから始まったのか。しめじさんで出る、あもうそんな時代なのね、そういう時代なのね、なるほど でも今はスターティンにハマってるんで、私はこのスターティン期が終わったらあれですね、
オタクがココア入れてないのは自分が入れる可能性高まるからいいけど、最低リーダーは入れてて。いや、そうなんだよ。いや、そうなのよ。そうなのよ。リーダーいないかもしんない。アップデートできず、ココア入れられなくて。ユザーラーメン、本日お休みとなりますってなっちゃうから。10から20代半ぐらいの子が言い始めた。あー、なるのね。スターティンはリンゴちゃんっていう人ね。全部遅いんだよね。キュー太郎さんのセリフ、それは知ってるよ。せーなーでしょ。それだってアイドルの人っていうか、なんか、ツイッターでめっちゃバズってるやん。アイドルちゃんもよく言うからオタクにも広まった。あ、そういうこと？リンゴちゃんいいよね。見てるだけで幸せになれる。リンゴちゃんいいよね。なんかほんと見てるだけでほんとハッピーみたいな。なんかまとってる空気も柔らかいから、なんか超なんていうの、ほわっていう、わかる？ほわってするの、心が。だから見てて笑顔になれますね。面白いとか面白くないとかの概念ではなく、ほわっ、嬉しい、いいねっていう感じかな。そういうのあるよね。なんか人とかメンバーもそうだけど、りんごちゃんなんか名言を残してほしい。ケチャップ飲んだら何でも OK が名言かな今のところ。みんなすごい最近の言葉めちゃめちゃ知ってるね。なんかそういう流行り事とかに疎いから、いっかって思って、もうついていけんってもええやっていう感じかな。どっちかというと、なんかもうあんまりね、そういうなんか流行に敏感すぎても良くないかなとも思うから、こう、あ、まあ好きなものを好きと言える人生ではありたいなと思いますけどね。だから今でいいんです。私が好きなタイミングで好きみたいな流行りの情報、あ、だからメンバーから仕入れることが多いですね。メンバーが教えてくれるかなって感じ。メンバーがなんかよう言うてんなみたいな言葉とかをもらうかな。でバンジージパンはバンジージパンで勝手に流行る言葉があるから、それが世間なのかどうなのか分かんないですね。だいたい造語を作り上げてるな、藤崎ふみでみんな使ってるなんとか侍とか、そういうのはだいたいふみがようわからん言葉を創作してペイって言った言葉がいつの間にか広まってたりとか。だからバンジージャパンって結構こう面白い言葉がいっぱい増えるんですけど、そうふみが勝手に作るのよ結構。まあふみ以外にもなんか結構その場のノリとか会話でそれが継続されたりとか、そう逆逆とかもそうですし、あとみんなは分かんないかなと思うんですけど、あのお祭り騒ぎっていう曲があるじゃないですか。でその曲のチャチャチャ最初のね、ほんと最初ライブ見たことある人しか分かんないと思うんですけど、見たことない方は YouTube にライブ映像上がってるんで見てください。タッタッタララララッタララッタ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 ララララッチャララッタッて、あの後ろから前向いて、そっからテテテレレレテレテテチャ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 っていう音があるじゃないですか。そこでメンバーが扇子をした下で2回ドゥッドゥッてやって上にポンって手を上げる振りがあるんですけど、そこのドゥッドゥッドゥッっていう曲のつなぎっていうのがあって、なんかの曲からお祭り騒ぎをやるときに、その曲のつなぎを伝えるときに、そこの振りを勝手にワイパーって誰かが言い始めて、今はお祭り騒ぎがその3曲目とか2曲目とか最初じゃない時は、でその一番最初からやらない時、曲の中間からやる時はだいたいワイパー始めとか、そういうなんかね、まあ、バンジージャパンだけしかわからない言葉の造語とかがいっぱいあるから、なんかどれが今の日本で流行ってる言葉で、どれがバンジージャパンで流行ってる言葉なのかっていうのは正直あんまりよく分かってはいないが、
そう、動きがワイパーとか、あとなんだろうな、敬礼とか、敬礼で、別に敬礼でもないんだけど、敬礼移動とか、何があるかなとは。分かりやすいのはコーデとか、踏み出そう移動とか、踏み出そうって曲が始まるじゃん。だから踏み出そう移動とかはあるんだけど、なんか結構人によってもなんか言い方が違かったりはするかな。だから V 字とかは分かりやすいんだけど、でもそのワイパー移動とかは多分みんなそのバンザイジャパンしか分かんないのかなっていう。そう、マイク表にワイパーからって書いてある。ワイパーとか、やりきりワイパーとか、やりきり V 字とか、やりきり腕上げとか、そういうなんか造語が多いですね。バンザイジャパン用語は多い。みんなが言ってる顔的なね、顔って何？みんなよう言うよね。マイク表個性あるよ。文字とか、だからまず字からね、個性あるからね、面白いのよ。お祭り騒ぎのイントロは、さずながクーの口がうってなってて可愛い。クーの可愛いところは、どこかな。実はクーの好きなとこあるんですよね。意外とね、私はクーちゃんはね、可愛い曲よりかっこいい曲が好きなんですよ。お祭り騒ぎとかもそうだけど、声枯れの里中クーいいんで、ちょっと見てみてほしいですね。浮気の隠語、あ、よう言ってるよね。なんとか顔がいっぱいある方が楽しいみたいな。ちゃんと見てるから、メンバー意外と見てるからね。意外とみんなの話するからな。いや、なんか悪口とかじゃないけど、なんとかちゃん最近なんとかさん、なんちゃんも好きなんですねみたいな。でもなんかそうギスギスした感じじゃなくて、なんかもう、え、そうそう、またなんか顔増えたとか言ってるみたいな話とかしてるよ。個性強いのが私たちの魅力だよ。願い星のさとこも好き。さとこ？さとこって呼んでんの最近名。顔がいっぱいある。ほら、なんか、あれですよ。その曲の、なんか、推し面が出てなくても、好きみたいな。この子がいれば好きみたいな。うまいこと言いよってって思って。そう、こういう感じのくーちゃんいいんですよね。ダイエットしてるのに干し芋食ってる今。明日朝何時に起きるんだろう。め8時9時そう、顔がいっぱいあるの。佐藤は低音の歌声がかっこいい。そう、なんかもともと声高かったんだけどね。でも曲的には多分低い音の方が出しやすいのよ。そう、メンバーの呼び方もね、人によるからね。メイは結構いろんな呼び方しますね、メンバーのこと。メイだけっていうのが多いかも。でも大体ね、みんな移っていくんだけどね。岸さんこんばんだい、こんばんだい。宮古昆布美味しいよね、わかる。タラちゃんこんばんだい、こんばんだい。メンバー怖いって言うと思う、言うじゃん。でも仲いいからな、めっちゃ。仲良すぎて気持ち悪いもん、たまに。休憩とか始まるとみんななんか一緒にコンビニ行って、なんかどっか行ったらいいのに、事務所とかで固まってずっとご飯食べて喋ってみたいな。もうどうでもいい話してるからね。それこそこの間の運動会の話なんて永遠にやってました。佐藤はくーちゃんの一人称。ああ、そうそう、よく言うよね、佐藤はって言うから。一番怖い人の呼び方になるね。まあね、バンザイジャパンの中で一番怖い人は誰ってアンケートしたら100名って答えられるだろうなって思う。上から行くと、メイはジュリアはジュリアでしょ。ジュリアかジュリ、ジュリアかジュリかな。でたまに朝日さんっていうかな。でもそんなことはほとんどなく、ジュリアかジュリですね。ジュリはとか、ジュリアはっていう。
で、リマはリマでしょ、リマはリマなんだよ。で、フミはフミ、ブチ、ドンちゃんかな、この3つをよく使ってる。フミ、ブッちゃん、ドンちゃん、ドンちゃんとかよく言うのかな。フミドンって呼ばれてたからドンちゃんかな。で、さ、ささはさ、さ、さ、さっちゃん、さーが多いかな。なんかプライベートとかさーって呼ぶかな。みんなの前だと分かんないからさっちゃんとかささって呼ぶけど、さーって呼ぶときが最近は多いかな。さーって呼びますね。さー、ささのことね。で、ささでしょ。で、コマはコマかコマちゃんでしょ。そこは普通なのよね。コマ、コマちゃん、マリアはマリアで、あゆ、あゆみ、あゆちゃんでしょ。いつき、いっちゃん、しまだ、しまだはしまだなんだよな。たまにレナって呼ぶたまに、あ、レナって呼んで二人してびっくりするっていう。あ、レナって言ったわ今、レナって呼ばれたメイさんにみたいな感じでしょ。で、しおり、しお、しおちゃんで、ゆうみちゃん、ゆうみ、たこ焼きたこ焼きはあんま言わないかな。名は、名は基本的にゆうみ、ゆうみちゃんかな。ゆうみ、つう、つかさ、つうかつかさだね。名はつう、つかさ、なんか、なんか伸ばしたがるんだよね多分。さあとかつうとかでしょ。で、つかさで、くう、くうちゃんで、さ、たまにさとこくう、くうちゃん、さとこで、さや、まあ、さやちゃんとも言うけど、たまに。さやは、でもさやが多いかな、さやは。さやでしょ。で、あいり、あいりはもうあいり。あいりちゃんともあんま呼ばない。で、まいか、まいちゃん。目はまいかのことまいちゃんって呼んでます。まいちゃん。まいちゃんは、って。まいちゃんでしょ。で、えみのはえみの。もうえみのはえみのだね。えみの、あん、あんちゃん。あんはあんちゃんか、あんかな。で、すずねはすずねって呼んでたんだけど、最近ずーねって呼んでる。ずーね。ずーねって。ずーねってさ、って感じ。ずーねは、みたいな感じでずーねって呼んでて、ののかは、ののかって呼ぶときもあれば、最近は、のんちゃんとか、ののちゃんって呼んでる。ののちゃんとか、のんちゃんは、って。ののとか、なんか、そういう感じで呼ぶかな。そう、一文字で済まそうとしてるのよ。ピーマン、おはよう。渋谷の居酒屋、ブチを思い出した。あ、知ってる、そこ。結構メンバーの中で話題、ブチだって言って。え、見てたよ、ちゃんと。たくやぎが、よいどんで、うわーってなってんの。ジュリアが逆サイドにいるからって。見てたからな。島田は島田っていう関係性が好き。そう、島田は島田。今度、さーって呼んでみて。さーっていいよね。可愛くない?さー?ね、さーって。さー、さーって。よく呼びますね。ズーネ。そのうちズーになる。いや、ズーネはズーネかな。ズーって感じがしないから、ズーネ。ののちゃんはののちゃんかな。ののちゃんって言いたいくなっちゃう。結構、今、最新の子たち、だから、まいちゃんとかも多分、メイだけな気がする呼び方。マイカのことマイちゃんって呼ぶの呼び方とか変えれない。え、なんか多分名前をよく呼ぶのよメイは。で、それこそ名前が被ってきてんの最近。だから、あの、だからだと思う。結構いろんな呼び方をしてますね、安原は。たまに間違えるんですけど。誰だっけ、あっと、なんとか、みたいなことはあるんですけど。なんかね、名前も被ってきているから、最近。もうちょっと困ってる。あ、ずーね、おもちちゃんだよね。かわいいもん、ほんと。雪見大福、あれは。マシュマロじゃないんだよね。雪見大福。さあさあさあ、そう、さあちゃん、さっちゃん、さあ。
レッスンでも注意しないといけないもんね。そうですね。なんか、まあ、発言する数というか、人前で言う数は多いかもしれないですね。まあ、しょうがないですよね。もともとそういうキャラクターではなかったけど、まあでもなんか、人間、変わろうと思えば変われるから、まあ、なんかそこで言うことに対しての戸惑いとか、ためらいはあんまないですね、今は。最初めっちゃ嫌だったけどね、人に指摘するような、まず自分がそんなにできた人間じゃないよって思いながら生きてたから、まあ、今もその気持ちは変わんないけど、今はバンダイジャパンとしてのね生き方をできてるなとは思いますね。まあ、みんなでね幸せに永遠に笑ってられたら一番いいんですけど、それだとねグループがなくなっちゃうから、大好きなグループをねこうなくさないように生きていきたいですね。あ、飲みには行かないです、全然。目の前通った時に、おう、って言う。ふみって言う。ふみあるよ、とか言って。もう何回も言われてるよ、って言ってますね。ちゃんづきしたい子とちゃんづきしたくない子がいる。差別にはならなくない？別に。だって呼び方じゃん。名前だもん。名前に差別もないよな、もう。呼ばれ方はメイさんかメイちゃん。二択？そうだね。メイはそうかも。メイって呼ばれることない。メイさんの方が割合は高いですね。メイさんの方が多いね。メイはなんて呼ばれても特に問題はないんですけど。最後に当てるみたい。当てる？そう。メイちゃん、メイさんが多いですね。いや、てかそれしかいないかも。リーダーってたまになんか言われるけど、それ一番あんま好きじゃない。メイちゃん以外の呼び方挑戦してみよう。メイちゃん。なんかね、メイはメイちゃんらしいですよ。なんか無理って言われる。いいよ、ちゃん付けじゃなくてもって言っても無理って言われる。敬語じゃなくても無理なんだって。メイさんはメイさんなんだって。特有の呼び方したいのも分かる。あ、その気持ちはあるね。だからどうしようみたいな、怖いって思われがちだから、そういうとこから距離を詰めるしかなくて、不器用な餌やらなりの考えで名前の呼び方は結構コロコロ変わります。メイさんって呼びたいときとメイちゃんって呼びたいときが半々なぐらい。もう日替わりで呼ぼう。日替わりで。全然いいのよ。メイは何て呼ばれてもあんまり気にしない。今、呼び捨てで呼ばれたらなんか、ゾワってするかも。呼び捨てになるじゃん？嫌がるかなって。あ、メイが？ゾワってはする。メイさんはずっとメイさん。あ、それもね、ファンの人にめっちゃ言われる。ケチャップちゃんで呼んでみよう。明日には忘れてるけど。あ、ケチャップちゃんって呼んでみんの。めっちゃおもろいじゃん。好きになればなるほど、名字プラス3呼びになるコースがある。あ、もうそこまで行くんだね。わかる。メイもね、推しメンの名前呼ぶときね、フルネームで言っちゃうもん。フルネームで言いがち。メイメイ、メイメイだよ。だって呼び捨てで呼ばれてる子は呼び捨てで呼ばれてるじゃん。ヤサヤラは呼び捨てで呼ばれることがないから、今呼ばれるとゾワッとはするかなって感じ。そう、ヤサヤラさん、ヤサヤラさんもいる。でもファンの人、なんかね、メイのコールおもろいんよ。安原メイちゃんっていうコールがあるんだけど、いつもね言ってくれるの。でもね、みんなね、メイさんとメイちゃんがいるからね、そこのさんとちゃんがね、もうバラバラで、安原はそれがなんかもうすごい嬉しいの、愛おしいって思っちゃう。リーダーって言われない？あ、私があんまりリーダー呼び好きじゃないからね。なんか
リーダー、立場的にはリーダーだし、まあ、やってることもね、リーダーだけど、あんまり言葉からリーダーって入ってさ、メンバーがリーダーリーダー言うとさ、そういう対象物に見えちゃうじゃん。あくまで役職として、立場としてリーダーをやってるけど、力関係だったり、そういう関係性は対等でいたいから、ヨサヤラはメンバーにリーダーって呼ばれるのをあんま好きじゃない。ヤスハラ、メイちゃん、そう。やって。たまにやが何個あるのかなって数えたくなっちゃうもん。とってもかっこいいし、尊敬しちゃうところあるからな。さん付けになるんですか？そう、さん付けが多いですね。最初ちゃんで呼ぶとき、ドキドキした。嘘ヨサヤラはね、別に何と呼ばれても大丈夫な人なんですけど。地元の友達とかはメイのことメイって呼ぶよ。むしろメイちゃんなんて呼ばれない。逆だね。そうなんだ。そう。そうそう。だからあんまり、残すぐらいじゃない？リーダーってやれるぐらい。DJ の前にリーダーって言われるぐらいかな。基本的にはリーダーは推奨派じゃないですよね。マリアは確かにマリアだね。やっちゃん。メイね、昔のあだ名にやっさんだった。やっさん。やっさんさってめっちゃ言われたことある。あ、地元にいたんだ、やっちゃんって。ちょっと惜しいね。やさらにやっちゃんじゃなくてやっさんだった。立て続けにお仕事で嫌なことが続いた。大丈夫？幸せに生きていこう。なんかささって末っ子感があるから多分言えないんだよ、みんな。まずはだからささあから始めよう。さあね、さあっつってさっちゃん、さっちゃん呼び多いよね。でもめい、逆にささのことをさっさんとかささちゃんって呼べないもん。嫌なことはバンズジャパンが吹き飛ばしてあげるよ。ブン。今吹き飛んだ。ササちゃん呼びは本人が絶対嫌だと思う。メンバーはもうササかサッちゃんかササさんだもん。メイだけだよ、こんなのサーって呼んでるの。なんか人と違うことをやりたくなっちゃうっていうのはあるかも。でもメインの中に、なんで名前でそんなやってんのって思う、言われたらそれまでなんだけど、確かにって思うんだけど、どんなとこでっていう。メインはもうなんて呼んでくれてもいいやスタイルです。言ってたらたまに安原さんっていう方がいらっしゃる。でも自分でメイはって今ずっと言ってるじゃん。これ意識しなくなるとヤサラはって言っちゃうから、ヤサラはとかヤサラはっていうよく言ってたの。ヤサラはだからヤサラは一人称がヤサラの時はあるかも。ササ可愛いんだよね。さあ、ダイエットなんて合ってなかったようなもんなんや。やばい、明日ちょっと早起きなんですよ。どうしよう、寝なきゃ。寝よう、みんな寝て。ちゃんとメイは今からお風呂に入るよ。果たして本当に入るのか。笹さんは何をしても可愛い。それはそう。もうね、年上だけど年下だと思ってるから、そのまま食べてる。アップデート、あ、そうそう、忘れてた。危ない危ない、調べてみよう。ここはこのまま寝るとね、多分欲しいもの夢を見ると思います。
まあでも明日みんなに会えるの楽しみにしてるんで、みんな寝坊してきちゃダメだよ。寝坊せず遊びに来てね。待ってます。全然美味しい。ナチュラルローソンの干し芋が一番です。ということで、そろそろ終わりましょう。こんな時間にありがとうございました。本当に皆さん、また多分ゲリラ的にこの時間になっちゃうこともあると思うんですけど、よろしくお願いしますね。アイドルさんもね結構出てるから、みんなも気をつけてほしいなと思います。ということで、あ、じゃあ後で笹のツイート見に行こう。皆さんも来られる方は笹のツイートに見に行ってください。やさらはあのビレバの告知ツイートもう一度作ってから寝ます。ピエン。以上、やさらめいでした。また明日ね。バイバイ。バイバイ。明日会えますように。本当だよ。おやすみ。またね、またね。みんなまた会いに来てね。おやすみ、ケチャップ。ありがとう。いや、ちょっと急遽入った仕事だったの今日。だからちょっとね、ごめんね、ツイートできなかった。バイバイ。